大正を代表する画家竹久夢二。彼は数多くの美人画を発表したことで有名です。さらに美人画のように芸術作品のみならず本の表紙や広告宣伝物といった商業品のデザインもしています。日本のグラフィックデザインの先駆者でもあります。日本人なら知っている明治ミルクキャラメルのデザインもしています。超売れっ子デザイナーです。現在でも個展が開催されていて令和時代のファンを魅了し続けています。今回は近代芸術家の代表的存在竹久夢二について話していきます。家出して上京。夢二は岡山県に生まれました。家は酒屋でしたが事業には全く興味がなく絵ばかり描いていました。神戸の学校に入学しますが家の都合で退学して福岡に引っ越しました。理由は酒屋を大きくするためとか事業がうまくいかず福岡の八幡製鉄所で働くためとかいろいろな説があります。夢二は福岡の生活が合わず家出をして一人で東京に行きます。早稲田実業学校に入学して作品を新聞や雑誌に応募し始めました。岸玉城。作品が雑誌などに載り始めると徐々に夢二は認知されていきます。友人も多数できて食事などの交流を頻繁にしていました。その中には社会主義者もいました。仕事もあり友人もいて充実した日々を過ごしていましたが絵はがき店の鶴屋の看板娘が非常に美人という噂を聞きます。早速夢二は見に行くことにしました。そして一目惚れします。それが岸玉城です。玉城には子供がいて夫とは死別していました。毎日のように釣り屋に通い夢二はアプローチします。玉城は最初嫌だったようですが猛アピールにだんだんと心を許すようになり出会った次の年に結婚しました。2人の子供も生まれましたが性格が合わず2年ほどで離婚しました。大逆事件。玉城とは離婚しましたが同棲を再び始めて2人目の子供も生まれました。仕事の方は相変わらず順調でしたが拘束されます。天皇暗殺を計画した罪でしたが夢二は何もしていません。無実です。これは過激な社会主義者との知り合いだったので夢二にも容疑がかかりました。2日ほどで解放され家に戻りました。無理やり自白され冤罪も多かった時代に釈放されたのは運が良かったです。笠井彦の。玉城は気が強くはっきりと意見を言う肝っ玉母さんで夢二はどちらかといえば物静かで精神的に弱い部分がありました。そんな2人だったので一緒に暮らしたり離れたりを繰り返していました。30歳になった夢二は自分の店を日本橋に開きます。そこに夢二のファン笠井彦の18歳が来店します。すぐに意気投合して2人は恋仲になります。玉城とは彦のと仲良くなればなるほど疎遠になっていきます。年の差が離れている夢二との関係を彦の親はよく思わず別れるように言います。2人は相当に愛し合っていたので京都に移り住みます。一緒に個展を開催したり旅行に行き幸せな日々でした。しかし彦野が結核を患い25歳で亡くなりました。彦野は夢二が最も愛した女性とされています。夢二はかなりショックを受けて仕事もできない状態でした。彦野との思い出を彦野日記として書き残しました。およう。彦野が亡くなる少し前に佐々木かやのと出会います。おようは竹下姫路がつけた名称です。彦野が亡くなりやる気を失っていたところに友人がおようをモデルに絵を描くように勧められます。おようは秋田出身の秋田美人で仲良くなれば気力を取り戻すではないかと思っていました。友人の思惑通りおようと付き合うようになりましたが彦野のことを忘れることはできませんでした。一方のおようはなかなか好きになってくれない夢二に悩み自殺未遂までしています。その後も2人の溝は埋まらず結局別れることになります。
海外放浪、お用と別れた後も作家の山田純子などとも付き合いますが、誰ともうまくいきませんでした。40歳になって日本にいてもダメと思ったのか、頻繁に海外に行くようになります。世界各地を回りながら風景をスケッチして日本の雑誌で発表もしています。台湾で講演し、帰国した際に結核を患い49歳で亡くなりました。今回はこれで終わりです。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter ブログもやっています。こちらの方も登録お願いします。聞いてくれてありがとうございました。